おはようございます。こんにちは、こんばんは、ポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、絶好調スパサブでどれぐらい変わるのか。さあ、来ました。ついに来ましたね。調子別にですね、スパサブを測定をしてきましたが、今回ついに、絶好調ということで、これも最終版になるんじゃないのかなと。というところでですね、やっていきたいなと思います。前回の測定ではですね、好調スパサブの時に絶好調のデータを上回るというまさかの展開になりましたね。なので前回の測定がそもそも間違ってるのかとか、そんなところも含めてですね、今日は絶好調のスパサブを測定していきたいなと思います。で、前回の測定が正しいのであれば、今回絶好調のスパサブをすることで絶好調のデータを上回ることができるんではないかということになりますので、なので場合によってはですね、絶好調スパサブっていう鬼に金棒状態が存在するというねこともありえるので、そのところもね見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、できるだけねコンパクトにまとめていきたいなと思いますので、よければ最後まで見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の測定も今まで同様となっております。詳しいところは概要欄にも貼っておきますので、気になる方は見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでまずですね、今回90以下の選手からやっていきました。なので、まずは90、89から見ていきましょう。はい、ここに関しては前回の好調スパサブの段階で 1.05 というところでが出ていたので、まああんまり変わらないかなとも思いつつ、確認も兼ねてやっておきました。やはりですね、こちら 1.05 ということで、ここはデータ変わりませんね。ここで言うこと、89以上であれば好調以上で数値が乾燥するんではないのかな、好調以上のスパサブで乾燥するんではないのかなということが言えるかなと思います。はい、次ですね、ここ問題のここですね、88からやっていきましょう。前回ですね、物議を醸し出したここなんですよ。好調スパサブで絶好調の記録を上回るということが出ましたので、今回もこうどうなるかなというところで見ていきましょう。 1.05 になりましたね。なので絶好調スパサブでも絶好調の記録が上回っているということが出てきました。ということは絶好調に関してスパサブは意味ないという説が僕の結構前の動画で言っていたんですが、絶好調スパサブという可能性が出てきましたね。これは僕としてはすごく複雑な気持ちなんですが、今回は86なかったので85も見ていきましょう。85はですね、家出る選手でやったんですが、こちらも 1.05 が出てしまいました。出てしまいましたって言い方なんですけど、いやマジか、 1.05 出るんだ。85ですよ。85の絶好調にスパサブがかかると99まで行くってことか。やばいねそれ。別人じゃん。で、ついでに84も見ていきましょう。84もヨビッチの6レベなんですけども、こちらも 1.05 ということで、うわマジかーと。いやマジか。いやー、ということで少なくともここでは83までの選手は絶好調スパサブでカンストするという説が出てきましたね。まあ個人的にはすごく複雑な気持ちではあるんですが、絶好調スパサブはありえますね。ありそうです。はい、ということでいかがだったでしょうか。結果としてはですね、絶好調スパサブありますということで、僕自身のですねドリブル測定の時にですね、絶好調サバ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 ありませんと言った結果を覆す形になりました。すいません。まあ、ただですね、ドリブル測定も見直したんですけど、そんなに疑う余地なくてですね、なので中型アップでね、仕様変わってないっていうのを非常に疑っておりますので、その辺に関してはまだ分かんないんですけど、その可能性もあるんじゃないのかなっていうのはちょっと思っておりますので、その辺りも広げて細かく測定していきたいなと思いますので、本当はスパサブ今回で終わろうかなと思ったんですけど、ちょっと次回ですね第2弾ということでやっていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ現状として絶好調のスパサブあるよと、少なくともスピードに関してはあるよということが分かったので、ライブコンディション A の
投票 FP の家出るが無双するのも納得できるなっていうのがここで分かったかなと思います。ぜひよかったらですね、マッチデイだったりとかオンラインマッチでですね参考にしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日の動画ですね、これで終わりたいなと思います。よかったら高評価チャンネル登録していただけると非常に励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。